6年9月3日は、日本の武士、官僚、政治家、啓蒙学者。福沢諭吉、森有則、青州、中村正直、加藤博之、西村茂義らと、名六社を結成。岡山県出身。三正国津山藩上野町の生まれ。陽名は菊治。後に、新一郎、幸彦とも名乗った。年に、江戸に出て、 三つくりと伊藤原墨に蘭学を、佐久間正山に兵学を学ぶ。反石を脱して苦学したが、安政四年版書調べ書に雇用されて、文久二年には、青州とオランダに留学し、ライデン大学のシモン・フィッセリングに学ぶ。オランダ留学中の1864年に、ライデンのフリーメイソンリーのラ・ベルト・ロッチナンバー7に入会している。四年後に帰国する。 その講義録を、慶応二年に、大政国法論等を題して訳出する。これは、日本初の西洋法学の紹介となる。その後、幕府陸軍の騎兵さしず役頭取を経て、目付けに就任。大政法官に際しては、徳川家中心の憲法案を構想した。明治維新後は新政府の司法省に出資して、新立綱領の編纂に参画。 明治2年、人身売買禁止を県議明治4年、外務県題進むとなり日清修好上規定刑に、全県伊達胸成の副司として、新国へ行く。後陸軍省で、陸軍刑法を作成。さらに裁判官、元老院議官。明治23年には、第一回衆議院議員総選挙に、東京パックから立候補して当選、大政会に属して、 初代衆議院副議長に就任。同年10月20日、元老院が廃止され議官を非職となり、近畿官指行を仰せつけられた。明治24年12月17日に商法を呼び、商法指行条例の一部指行に関する法律案の第三読会開催案が可否同数になると、衆議院副議長として、日本政治史上初の国会の議長決裁を行い、 消極的に決した。明治29年1月31日に、貴族院議員に直選されて、翌年には壊れて、経過中学校校長となる。男爵、法学博士。1903年死去。ありがとうございます。